第日本政治会は1945年に戦争体制を強化するために結成された政治結社、政治団体である。総裁は元陸軍大臣、南次郎。略称は非正、または非正会。第21回衆議院議員総選挙以後、すべての国会議員が所属することになっていた翌3政治会であったが、1945年に入ると、 小泉国秋首相の意向を受けて本土決戦に備えた体制翼3回、翼3政治会の改装を準備していた小林製造総裁に対する反発が表面化する。これに対して小林総裁は浸透結成を公式に表明して事態の収拾を図るが脱退者が相次いだ。このため小林に代わる総裁を立てて出直しを図ることとなった。 1945年3月30日、翼山政治会は解散され、南二郎を総裁とする第二本政治会が結成された。幹事長には、反主流派の岸信介を予定していたが、松岡洋介の総裁擁立を希望していた岸は、これを拒否して、五国同士会に参加してしまう。このため、幹事長には、松村健造、総務会長には、金光道を、 政調会長には、勝田英吉が就任した。だが、衆議院、議員353名の参加を得たものの、翼産政治会に参加していた、貴族院議員は、参加見送りを決定し、小玉秀夫ら数名が、個人参加するに止まり、また先の内紛中に大日本翼産総年団、出身議員は3月10日に、翼総議員同士会を結成。 旧翼産政治会派主流派も3月11日に五国同士会を結成して合流を拒否、無所属25名、欠員37名を計算に含めると、非正解は衆議院全体では75.7%、欠員者を除くと82.3%を占めるに過ぎず、翼産体制が本来目指した一国一党とはかけ離れたものとなった。南は、 結成時に、1億国民の総力を迅速に結集して、これを決戦の戦場に直結すると挨拶をしたが、実際に辞責として残されたのは、鈴木内閣組閣の際の政務次官参与官人事をめぐって内紛を起こしたことと、第87帝国議会への出席したことのみであった。日本敗戦後に南総裁が辞意を表明すると、解散論が高まり、 9月7日に大議士会で解散が決議され、7日後に正式に解散されることになった。解散後所属議員の多くは、日本進歩党の決闘に参加した。ABCD 日本大百科全書ことばんく。2018年11月22日閲覧。日本進歩党。ことばんく。ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典、2019年7月3日閲覧。 吉田健次、日本新歩党、コトバンク、日本大百科全書、2019年7月3日閲覧。ABCDE 百科辞典、マイペディアコトバンク、2018年11月22日閲覧。ABE ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典コトバンク、2018年11月22日閲覧。南は、当時数密顧問館。 陸軍大臣、関東軍司令官、朝鮮総督を務め、当時総辞職が時間の問題と見られていた、小磯首相の後継候補としても名前が挙がっていた、ことから、金光道夫が陸軍と協調できてかつ、首相候補にもなりうる人物として推挙したとされている。唯一の功績といえるものに、本土決戦に備えて、戦時中に限定して、 国会議員の直任官への自由任官を復活を政府に認めさせたというものがあるが、施行日が終戦の当日であったために結果的には意味をなさなかった。ありがとうございます。